トヨタ KR エンジン、およびダイハツ KR 型エンジンは、トヨタ自動車、並びに、ダイハツ工業、スバル、プロデュア等の水冷直列三気筒ガソリンエンジンの系列である。トヨタ名義のエンジンとしては、史上初の直列三気筒エンジンとなる。開発生産はダイハツが担当するが、トヨタの連続可変バルブ技術、VVTI が用いられている。 ダイハツの後発の軽自動車用エンジンである KF 型とは、気頭数とボアピッチは同じだが共有する部品はない。インターナショナルエンジンオブザイヤーの1リットル未満、部門に2007年から4年連続で選ばれている。トヨタダイハツ2014年にマイナーチェンジを受けたモデルは、排気効率の向上、ミラーサイクルに適したシリンダーの壁温調整、 神経状の吸気ポートの導入などにより、従来型よりも熱効率を高めている。2016年4月のパッソ、ブーンのフルモデルチェンジでは、ダイハツとしては、初の吸気デュアルポートを採用し、デュアルインジェクター化、圧縮比を12.5と高めた仕様となった。その他 EGR の改良により、導入量及び、領域の拡大、VVT の可変域拡大から、 さらなる吸気を外事が可能となり、より大きく広い領域でミラーサイクルを行うようになっている。最大熱効率は37%となっている。途上国向け車両に搭載、1KRFE と異なり、連続可変バルブタイミング機構は省略されている。形式は三性霊子 VE のようにトヨタ流と大発流の混合となっている。 小型トラックのハイマックス用を除き、シリンダーヘッドカバーをアルミ合金から樹脂製に変更し、液ーストマニホールドをシリンダーヘッドと一体化したことなどにより、10kg の軽量化を行った。2016年7月に発売された、マレーシア最大手の自動車メーカープロドゥア史上初にして、唯一の小型のチバックセダン、ベザに初めて搭載された。 このエンジンも、戦術の 1KR で同様、0.1mm ストロークが異なる表示となっているほか、厳密には、トヨタ名義ではなく、ダイハツ名義のエンジンであるため、形式名の対後の記号が、トヨタ式ではなく、ダイハツ式の表記になっている。日本国内向けを除くダイハツからの OEM、供給車種、もしくは、日本国内向けを除く、 主な開発作業と生産をダイハツに委託した車種、プロデュアの一部車種などに限られている。1 k r ヘッド VVT、アイクーレー式インタークーラー付けターボエンジン2016年11月に登場したダイハツトールとその OEM のトヨタルーミーおよびトヨタタンク、日本国内市場向け2代目、スバルジャスティの各 2WD 車に初めて搭載された。 1KR 系列のエンジンとしては、唯一の下級機搭載で2019年現在、乗用車搭載用として製造されている1.3リットル前後の、クラスの自然吸気仕様の4気筒エンジンとほぼ、同等の最高出力と1.5リットル前後の、クラスの自然吸気エンジンとほぼ同等の最大トルクを、有するダウンサイジングコンセプトが用いられている。このエンジンも、厳密には、 トヨタ名義ではなく、ダイハツ名義のエンジンであるため、形式名の単語の記号が、トヨタ式ではなく、ダイハツ式の表記になっている。トヨタ企業サイトトヨタ自動車75年史技術開発エンジン直列3、人ガソリンエンジン欧州向けの2代目ヤリスを、含む欧州向けの3代目ヤリスを含む日本向けは、初代扱いとなる。 130年前のエンジン技術を、蘇生大幅燃費向上を達成した、トヨタの、男木。産経新聞。http://sankei.jp.msn.com <ッ>、エコノミー、ニュース、14万518、ビズ14兆518億1200万 1N に、HTM2014 年5月18日閲覧。ありがとうございます。